ハックは Facebook により開発されたプログラミング言語である。オープンソースとして公開されており、同社が開発した PHP 実行環境のヒップホップ仮想マシンで動作する。ハックは HHVM 環境で動作する PHP の新しいバージョンとみなすこともできるが、PHP とは異なり動的、静的双方の型システムが使用可能となっている。 facebook ではハックを全身的型付き言語であるとしており、これがハックの強みとされている。ハックは2014年3月20日に一般に公開された。ハックは公開以前から facebook 社内において広く使用されており、同社の実環境における厳しいテストをくぐり抜け開発された。ハックの登場は PHP にも影響を与えており、2015年12月に リリースされた PHP7 は Hack と同一構文の型システムを搭載している。Hack の特徴としては Web 開発において広く用いられている PHP とシームレスに連携できることがまず挙げられる。PHP で書かれたほとんどのスクリプトはそのまま Hack のスクリプトとして実行可能である。Hack の型システムでは関数の引数や戻り値、 クラスのプロパティに型の指定が可能となる。ハックスクリプトの基本的なファイル構造は PHP スクリプトのものとわずかに異なるもののほぼ同じである。PHP がスクリプトの開始を PHP で宣言するのに対してハックでは HH で宣言する。HH、エコー、ハローワールド、上のスクリプトは PHP と告示している。 実行すると以下の出力がブラウザに対して与えられる。ハローワールド注意が必要な点だが、ハックのコードは PHP のように HTML 中に埋め込むことができない。例えば PHP では以下のように PHP と HTML を一つのファイルに記述することができる。HTML ヘッドタイトル PHP テストタイトルヘッド ボディー。HH では、こうした記述はできない。PHP Echo, P, Hello World, P, Body, HTML。しかし、Hack ではこの公文はサポートされていない。そうした用途には、同じく Facebook が開発した XHP や別途テンプレートエンジンを用いる必要がある。Hack では、 関数の引数や戻り値に型を指定することができる。型の指定は以下のように行う。hh、ハックの関数では以下のように型を指定する。ファンクションネガテ、ブール、リターン、ドル X。ありがとうございます。